猫は人間のおもちゃになるだけだ。ちょっとこの耳全く自制心がないな。わかったよ、触ればいいさ。鈴目的は果たしたのにまだ続けるのか。これで満足ですか、お嬢さん。私は執事になったばかりです。サービスが不満では返品はできません。猫が最も好むのは何だろう。自分の主人が常に応じるわけではない。切り札は用意済みというわけだ。執事姿の猫と遊ぶのが得意なら。わざとじゃない。猫はずっと飼い主のそばにいたいから。さっき言おうとしたのは、僕は野良猫じゃなくて飼い猫ってこと。好きだとしてもあんたに捨てられたことはまだ許してない。これは愛情表現だ。かわいいね。耳はいずれ消えるが、少なくとも今は俺の一部だ。そう気安く触られるのは慣れてない。